ベースボールファンの皆さん、こんばんは。読売ジャイアンツ対オリックスバファローズ交流試合3回戦の模様をお送りしてまいります。この試合の解説は夏川光さん、西崎幸雄さん、このお二方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしていつもコメントを届けてくれるのがこの2人。はい、私たちがホームランやピッチングの談話を聞いてまいります。頑張ります。はい、どうもよろしくお願いします。さあ、いよいよプレイボールまであとわずかです。プレイボールが18時となっています。そして5番バッターに変わります。おお、そのバッターボックスとなります。これ先制点できるという状況ですからね。はい、ここは得点までつなげたい。ワンアウトから満塁にしています。どこから行く、初球叩いてくればいい当たり、行ったか、行ったぞ、これは行ったぞ、入った、もうグランドスラム、先制で満塁ホームラン。これで3試合連続満員になったスタンドのバックスクリーンに吸い込まれました。今ホームに戻ってきました。4対0。スラム、ぜひご覧ください。このホームランでピッチャーも目が覚めたことでしょう。そして次の5番ボール金子、この試合先発のマウンドに上がりました。そして4安打を打たれています。まず初球打った、センターの前、ワンバウンドしました。ここはピッチャーを抑えたかったところ。次のバッターとなります高橋由伸、先頭打者に本塁で、その後はヒットを許しています。第1球はストレート打ちました。ここはピッチャー正面、ショートが中継。さあ、ここはしっかり抑えなければならなかったが、さあ、塁上が埋まってきました。阿部、左のバッターボックスです。7番バッター阿部、さあ1球目、まずは見送りました。147キロです。金子、今日の2回までのピッチング、あーっと痛烈な当たり、これもいったいったいったぞ、一直線スリーランホームラン。これで今シーズン放ったホームランの数を19としています。3回の裏ホームランが出ています。早くも一方的に何やったの、今ホームインにしました。8対0。一旦下げる上陸のエースなんだけどな、当時ただいまのホームラン、リプレイが出ます。すでに勝敗決まったか。しかし野球は最後まで何があるのか分かりません。そして次のバッターを迎えますカブレラ、4回の表ワンアウト、カウントは2ストライクのままカットボール三振、これは入りました。上野、ハイペースな好投が続いています。そうですね、本当に見事なピッチングだと思います。はい、ですよね、圧巻のピッチングでここまで。そして打順が変わります。どう、左の打席です。上原、今日は4回途中までおらず、ガッとくるがいいです。ピッチャー返し、迎えました。ファーストランナーは2塁に止まります。さあ、ヒットになった、チーム最初のヒットになります。そして次のバッターとなります北川、ランナーを返したい、このバッターボックスになります。低め打ちました、打球はセンターへ上がった、バスカウスター、ワンバウンド、ファーストランナー2塁回った。さあ、通算800本目となるヒット、今出ました、今セカンドランナーホームイン、9対1、センターへのタイムリーヒット。いやー、オリックス打線もあのドレンな。そして打順が変わります。後藤、この場面でのバッティングはどうでしょうか。本当にすごいな、カブレラとボールが足りないんだ。ザコラにやられるウェハル大丈夫かい。そして次の7番日高、ランナーを返していけるでしょうか。この球はどうか、サーボールです。これが今日最初のサーボールになります。ああ、首をかしげています。ピッチング立て直せるんでしょうか。やばいじゃん、満塁で。次の8番大引き、ランナーを返したい、このバッターボックスになります。三振が始まったこの回だったんですが、まっすぐを打って、この打球はライトへ上がった、ライト後ろに下がります。あ、結構後ろに飛んだね、危ない危ない。4回の裏、ジャイアンツの攻撃、この回は5番から始まります。おお、攻撃中のジャイアンツ、
序盤は残塁なし。しかし得点もしっかり入れています。まずはボールから入りました。この球は外しています。2球目はどう攻める。これは大きな球だ。いったか。これはいったぞ。ハンマに刺さります。ホームラン。おお、これでホームランの数を46としています。4回の裏ホームランが飛び出しました。今ホームイン10対2。さあホームランのリプレイ映像です。早くも勝利にぐっと近づいた、そんな追加点と言えるかもしれません。そして次の3番カブレラ、ここまでの失点が2となっています。3投目真っ直ぐ落ちました。これはファーストになります。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。そして次のバッターとなります北川、右打席に入っています。カウントはそのまま2エンドワン。あっと決まった、三振。これは読みが外れたか。そして次のバッターを迎えます。後藤、左のバッターボックスに入っています。出したフォアボールの数は2となっています。出ました。ラインには際どいか。一塁、これは余裕でアウト。そして打順が依然カウントは2エンドワン。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切って取りました。そしてバッターは5番を左ボックスに入りました。今日4回目のバッターボックスに入っています。どこから攻めるか。最初はストレート乗ってきました。さあ西崎さん、今日のピッチングを見てどうですか。でも今日は内容のあるいい仕事をしてますよね。さあこの打球はセンターに上がった。アウト2つということになります。もう一つ見たのよかったな。そして次のバッターとなりますカブレラ、右打席です。さあバファローズ、ノーアウトからヒットが出ました。どこに入れてくるか。初球から打った、セミレス当たり。これは低い当たり。あっと落ちたセンターの前、ピッチャーの代わり腹を捉えた。さあバファローズ、ファーストに代走。ここで打順は4番を、ノーアウトでランナーが2塁と1塁にいます。次が5球目。低いボール、打球は左へ。ファウルです。ファウルになります。あ、目からもう降板してるのか。ああ、ファーボール。このファーボールで満塁となります。誰か、ピッチャー。そして打順が変わります。北川、ランナーを返すバッティングとなるんでしょうか。3球で決めてくるか。打った、低い打球になりました。落ちました、センターの前。このランナーがホームベースを踏みました。10対3。さあ、タイムリーが飛びました。さあバファローズ、ファーストランナーを返す。そして次のバッターとなります後藤、ランナーを返したい。やばいぜこれ満塁は。満員のスタジアムから実況で高めのボール打ちました。抑えた、2塁へ送ります。2塁はフォースアウト。セカンド、ショート、ファーストとなりました。10対4。アウトが2つになってすでに1点を許しています。次の2球目。さあ、これはいい当たり。左へ、レフトに上がって入りました。ホームラン。何やってんだ、誰ピッチャー。相手不動。8回の表、ホームランが出ています。いやー、その続とすらやがったのに。もう4点差に詰められたな。そして、チームメイトが並んでいます。いやー、でもやっぱオリックス打線は怖えわ。特にこの時のはね。得点差は4点となりました。さあ、リプレイで、ただいまのホームランを振り返ります。あ、西村か。西村ダメだよ。まあもうおらんけどね、あの人。さあバファローズ、ここでバッターを変えてきました。ラロッカ、ラロッカが代打やばいな。カウントは2エンド2のままです。鋭い打球、これも入るか、入るか。おい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 、西村ダメじゃんこいつ。めっちゃ打ちされと上原が、なんで上原がこいつに変えたんかな。ガヤンチスモージンちょっと頭おかしいね。あ、早い
ラロッカの相手とはいえな、打たれるたか。2点返しました。この回6点目、点差を縮めてきました。ただいまのホームラン、リプレイが。あれやるだな。あ、トヨタツイン出した。バファロー6番手ピッチャーに変えます。清水、3点のビハインドという場面でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。そして次の5番王、左のバッターボックスに入っています。もう一発打ちたいな。第1球です。痛烈な当たり、これも大きいぞ。この当たりはセンター打ち上げた。うっそー、届かねえか。くっそー。そしてもうクルーン出した。結局クルーン出すためになったから。めちゃめちゃ最初点数下がった。あっと三振、試合終了。そっか、西村が打たれすぎだな。さあ、壇上には今日のヒーローが上がっています。はじめに投球成績をご紹介します。先発の登板、7回被安打5、四死球2、10奪三振、失点3、自責点1、勝ちがつきました。次が打撃成績になります。5打数3安打、打点5、ホームランを打っています。さあ、この2人の活躍が勝利に結びつきました。さあ、放送時間の方がそろそろなくなってきました。巨人対オリックス3回戦の模様をご覧いただきました。今日のゲーム解説は勝川光雄さん、西崎明宏さんでお届けしました。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。そしてリポーターの2人もご苦労様でした。ありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。